お前らも押せ。この罪にはお前らのチンケの人生じゃ一生かかっても稼げねえ死ぬものだ。協力すればねえはする。やめて子供だ。クソ、なんで俺たちを無視して。コースだ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。何をしているの？おお、ちょうどいい。お前、こいつらに手伝わせろ。礼は弾むぞ。今、仲間が死んでいる。住民の避難が完了しないから、巨人と戦って死んでいる。当然だ。住民の命や財産を守るために心臓を捧げるのがお前らの務めだろうが。ただ飯ぐらいが100年ぶりに役に立ったからっていい気になるんじゃねえ。人が人のために死ぬのが当然だと思っているのならきっと理解してもらえるだろう。時に一人の尊い命が多くの命を救うこともあることを。やってみろ。お前の雇い主とは長い付き合いだ。下っ端の身体なんざ冗談で決めるぞ。死体がどうやって喋るの？待て。会長、二台を引け。よく仕留めたアッカーマン、さすがだな。ありがとうございます。しかし焦って一回の攻撃で刃を生蔵にしてしまいました。次は注意します。お前、これまで一体どんな経験を。いや、なんでもない。どうしてこんな時に思い出す。